西南学院大学で今日一般入試などの合格発表が行われ、およそ6200人が喜びの春を迎えました。オンラインのみで合格発表をする大学がある中、キャンパスに歓声があふれました。午前10時前、西南学院大学には制服を着た高校生やその保護者の姿が。中には拝む人の姿も。貼り出されたのは合格者の受験番号。あっためちゃめちゃ嬉しいです。西南大一します。中には熊本から見に来ていた受験生も。1 5 2 0 0 1 1。いや、もうとても嬉しいです。自分たち高校生活コロナでちょっとネットだったんで、この大学のあれじゃないですか、それやりたかったです。やった、どこでやりました。人間科学部に合格をした太田舞さん。受験中、同じ西南大を受験した友人からもらったミサンガで苦しい時期を乗り越えました。勉強してる時とかにこれを見て、もうちょい頑張ろうみたいな、あと1時間頑張ろうっていうふうに思って勉強しました。自分もその気になっていたんですけど、やっぱり父と母がその自分よりも心配してくれて、直接見てその味わいたいっていうのもあって来ました。1年間の頑張りを、現地で見ることができると喜びはまたひとしおだと思うので、家族でちょっと見に来ようかなと思って。コロナ禍をきっかけにウェブサイトのみで合格発表をする大学がある中、去年から校内での張り出しを再開した西南学院大学。受験生のこれまでの努力を称えたいという思いが込められています。こういった喜びの機会を、受験生ご本人、またそのご家族の方などと分かち合いたいという思いでこういった場を設けさせていただいています。我々としても少しこう同じ喜びといいますか、嬉しく思う気持ちを感じています。今回の前期一般入試などではおよそ6200人が合格し、7つの学部の平均競争率はおよそ3倍だったということです。でもとりあえずなんかいろんなこと勉強して知識広めたいなって。サークルとか入っていっぱい友人ができたら嬉しいなと思います。長く辛い戦いを乗り越え合格を勝ち取った受験生たち、大学生活に胸を高鳴らせ、それぞれの春が始まります。